ー、こんにちは、シンクと申します。すんすんすん、今日は夜ですね。まあ、撮ってる時間が深夜なんですけれども、あれ、アメッシュチャンピオン、チャンピオンですよ。はい、ってことでね、なんか変な髪型のボーイ2人を追っかけようっていうことでやってたと思うんですけれども、あれ、これもしかしていけるな。よいしょ、いけますね。どっかあるな。おお、このところに空ビーム。お、空ビームだ。ソーラービームじゃないですか。次の町ですね。こことここか。じゃあ、まあ、順繰り的にここに行きましょうか。バウタタウン。バウタウンか。バウタじゃない。バウタウン。久々に行くね。で、ここの曲は好きですね、割と。さてとーん、さてとーん、どこだろうか。まあ、普通に考えたらジムやな。ジムに行きますか。あれ、ここの上って私行ったことないかも。あ、こんなにあったんだ。駅か、ここ。知んなかった。スピーダー。あんまりなんかストーリーをぬるぬる進めすぎるとね、あんまこういうところに、こう、まじまじと行ってないというか。すっかり忘れてましたね。とりあえずさっきもジムだったね。ジムの方に行ってみましょう。よいしょ。ルリーナさんだったっけな。こんにちは。お、やっぱりありますね。ルリーナさん、あなたたち今ここは危険よ。事情わかってますよ。お客やスタッフは無事ですか？つい先ほどヒナが終わったところだけど、あなたたち見れば見るほど不思議な組み合わせね。間違いない。まあ、ジムリーダーに、元チャンピオンの弟に、現在チャンピオンっていうね。まあ、異色なコンビだわね。ほっといてください。俺たち助けに来たんです。それ、本当に助かる。ダイマックスしたポケモンが、協力で手を焼いていたの。みんなが手を貸してくれるなら、とても心強いわ。行きましょう。ルリナの髪型ってさ、プリキュアみたい。プリキュア。ギャラドスか。うるさいな。相性的にすげえ私的には苦手なんですが。モゴリちゃん行きましょう。行け。タッカー。めんどくさいな。ありなんですけれども、まあ、行きましょう。よいしょ。ってことは次のジムで言うんだったら、あれか、炎タイプか。炎タイプだったらちょっとゴリちゃん連れてくのは厄介だな。違うポケモンに変えておくか。誰にしよう。よいしょ。いけるのかな。どうなったのか。わあ、それはやめて。やめたし、やめたし、やめたし、やめたし。あられが降る。よしよし。なんすか。あ、そう。いいね。痛いです。みんなが痛そう。ギャラガスも食らうんかい。よしよし、みんな回復してね。
ちのおかげで誰一人怪我人を出すことなく騒ぎを鎮めることができた。暴れていた子はバウスタジアムでしばらく休ませてあげる。それとシンク、私の力がいるときはいつでも呼んで。ありがとうございます。レアリオカード、ありがとうございます。アルバムに入れておきます。いえいえ、どうも。といたしまして、さて次ですね、回復をした方がよろしいのでしょうか。あ、よろしく、うん、よろしくないようですね。別にいらないみたいですね。さてと、次、ここか。エンジンシティ、カブさんのとこですね。カブさん、カブさん、お久しぶりです。カブさん、チャンピオンシンク、それにネズ君にホップ君。カブさん、俺のこと覚えててくれたんだ。もちろんです。いや、めっちゃ可愛い。カブさんの笑顔素敵。そもそもジムチャレンジを見事突破した君たちを見送ったじゃないですか。そうですね、今世間話をしている暇はないと思いますよ。その通り、実はスタジアムが大変なんです。そう、そのために俺たち来ましたからね。なんと敵は強く、一人で相手するには難儀していたんだ。君たちが力になってくれるなら頼もしさも燃え上がるよ。では行こうか。おっ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 、結局ゴリちゃんできちゃった。まあまあいいか。コータス、コータス、ひでりか多分。ね、ひでりですね。今一つだなまあそうだよな、今一つだわな。まあインテリオンとかがいるからそこに任せましょう。狙い撃ち、そう、ここ抜群、動く突き、ハミク防御が下がる。大バーン、熱いんでやめて。あー、やめてあげて。ははん、大草原死んでおこうか。死んじゃうわ。減る、めっちゃ減る、びっくりした。思いのほか減ってびっくりした。地味に残ってる。こういう地味残りやめていただきたいね。そう、よかった、誰も倒れなくて済む。誰か倒れたらどうしようかと思って、どうにか事態を引き消しできたようだが、暴れていたポケモンくんはエンジンスタジアムでしばらく休ませてあげるよ。ありがとうございます。そうしていただけると助かります。それとシンク、はい、僕の力が必要であればいつでも呼んでくれよ。はい、ありがとうございます。あれ、リュークカード、ありがとうございます。アルバムにしまいました。分かっている、君たちはまだ他にやることがあるんだろ。多分あるのかな。若者よ、行け、健闘を祈る。ありがとうございます。優しいな。ピピ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 ピ、ロトムか、スマホロトムが鳴ってるぞ。シンク、大変、ポケモン研究所にシーソーコンビが現れるの。なんだって、ソニア大丈夫かよ。今んとこ願い星を渡せってネチネチ言われてるだけ。でも怖いから早く来て。ピッフープー、あの二人組のことですよね。願い星を集めている。ソニアを助けに行こう。
朽ちた盾も取り戻すんだ。すれば取られてましたね。シンクポケモン研究所へ急ぐぞ。はーい。何も考えずに、というとバカみたいですが、あいつはがむしゃらな方がらしいですね。まあそうですね。ポケモン研究所ですか。まあ最後まで付き合いますよ。ありがとうございますね。ねずさん優しいな。優しいな。行きましょうかね。ポケモン研究所だそうですね。研究所か。研究、あ、研究所はおばあちゃんとかじゃないわ。ここだって。研究所、研究所。研究所、研究所。ローズ委員長が集めていた願い星が今、ここにあること。セレブリティにはお見通し。セレブリティでないあなた方には不釣り合いな代物です。我々に差し出しなさい。願い星とセレブは何の関係もありません。なんでそんなこと知ってるかは知らないけどさ、あんたたちなんかに渡せるわけがない。このようですね。願い星の価値がわからないあなたたちには必要ありません。やれやれ、どうしましょう弟よ。困りましたね、兄じゃ。誰が笑ってるんこれ。はっはっはっは。困ってんのはソニアと博士だよ。ホップ、ポケモンを強引にダイマックさせて許さないぞ。それと朽ちた盾も返せ。おや、おや？てっきりチャンピオンが来ると思えば。まさか負けた方がおいでなさるとは。またコテンパンに敗北を味合わせて差し上げましょうか。言いまかされてんじゃないっつーの。この通りですよ。一度負けたぐらいで気持ちまで負けてはダメです。元気出して、一緒に戦おう。元気出して、元気出して。シンク、わかった。ひとまずこいつらに出ててもらうぞ。こいつらですと。兄ちゃん、我悔しい。我なんか自分のこと我っていうのも面白いな。こいつらごときにこいつら呼ばわりされるなんて。ええ、高貴なものとして無礼な態度は許せません。前より戦闘向きのポケモンで叩き潰して差し上げましょう。うざいなこいつら。ダブルバトルだ。あ、し、なんだっけ、し、いや。とりあえずな、そのな、その青い服の君よ。その髪型おかしいからな。せめてリーゼントヘアぐらいにしとけよ。さてと、どうしましょうかね。グソクムシャ邪魔なんだよな。グソクムシャ邪魔なんだよな。どうたくんから落としちゃいましたかね。いた。つえへいですよね。落としちゃいましょう。よいしょ。セミタクトル。例えばバイオフルになってますね。あはん、大丈夫。パイレス、まだいるのね。かわいい。ウソクムシャ邪魔やな。私的には超めんどくさい。落としちゃいたいね。ピチピチ。よいしょ。オッケー。オッケー、ナイス。オッケー、みんなレベルが上がる。セミタクファイティン。バイウル死んじゃうよ。痛いです。そういうことするのやめてください。集中狙いは良くないと思います。切り刻んか。切り刻んもめんどくさいな。どっちも効果今一つなんだよな。どうしようかな。バイウル落ちないかな。大丈夫かな。あかんわ。キリキザン、あれや、鋼だ。これで
これで多分隊列は落ちると思う。よしよし。そう。セミタックルあんま効かないんだよ。で、私にするのか。あ、違った。あー危ない。ギリギリ。まだ持ってる。まだ持ってる。ギギギある。進撃ですか。めんどくさいですね。ギギギザンの方がでもいられたらちょっとめんどくさいんで、あと一つ、トイ。オッケイ。よしよし。二度蹴り。一回。二回。落ちてしまった、ごめんな。2匹だと思っとった、3匹だったな、ごめんな。インテリオンが来る。あ、やべ、2段ギルだ。いやー、めんどくせえの出てきたな。どうしよう、どっち落としたやな。落ち切る、落ち切らない、落ち切らない、狙い撃ち。どっち？そっちか！落ちきらない！ギアチェンジ！やばい！ナイス！危ない危ない危ない。これで落ちるんじゃないかな？やばい！インテリオンが落ちるよ！あはですよね。すまねえ、助けてやれなかった、すまねえ。 OK、 そして誰もいなくなった。くっ、ありじゃ、我悔しい。弟よ、これは何かの間違いだな。お、めっちゃ持ってる。3万ぐらいくれたらいいのにな。よっしゃ、勝った、勝ったぞ。落ち、うん、そうだね、勝ったね。我々のトレーニング用のポケモンが負けるとは。うん、2人がかりとはいえ、褒めてあげましょう。お前らも2人がかりに見えますがね。早く朽ちた盾を返してポケモンの暴れさすのもやめろよ。よろしいでしょうか。お話し中失礼いたします。ちょ、そっち危ないですよ。潜入任務ご苦労様でした。願い星は手に入りましたか？ソット様、シュルディ様がお時間を稼いでくれ、稼いでくれたおかげで。あ！女子は願い星、ソットとシュルディに渡した。なんてことを。え、ちょっと待って、保管してた願い星、あら、見事にやられましたね。ふーはははは、お菓子すぎて逆立ちしてお菓子、お茶菓子が食べられそうです。先ほどの勝負はただの目くらまし、我々を戦う前から勝っていたんですよ。それではグッバイ。あ、待て、どうして。ソニア博士、ごめんなさいね。最初から騙していたんです。我々の計画のため仕方のないこと、仕方ないことなの。我々がもう一度王の末裔かな、王の末裔として君臨するために。ソニア、最後でいっか。あいつら仲間がいたんだな。信用してた人に裏切られてソニアかわいそうだぞ。せやな、間違えた。今はそっとしてやりましょう。はーい。おばあちゃん、あの者たち大口を叩くだけのことはありましたね。
トニア、大丈夫？違う。大丈夫？大丈夫？うわぁ、ソニアがすごくかわいそうだよ。ちょっと待ってよ、静かに出てっちゃってさ。だってソニア落ち込んでたから、間違いない。話しかけたよ、結構。気を使ったつもりですが。確かに騙されたのは私のミス、落ち込んだ。はい。でもはい、落ち込み終了。あいつらの大量の願い星を持ってったの。悪用されたら大変なことになるし、しょげてる暇ないでしょ。大した玉ですね。大事件じゃねえな、大だな。大事件と向き合い立派に成長したようですね。おばあさま、ダイマックスは人とポケモンの信頼があってこそ、真の力を引き出せます。あの者たち、おそらく願い星をガラル粒子を強引に吸入してダイマックスさせているのでしょう。ひどい。だとすると、さすがはチャンピオンのシンク。いい感じしてますね。まあ多分あまり意味ないってことですよね。願い星が奪われた今、被害をもっと拡大するかもしれません。強引にダイマックスさせられたポケモン。一体何のために？あいつらザシアンとゼアマンタの本性を暴くとか言ったぞ。助手さんが言ってた王の末裔っても気になる。もしかしてそのままの意味なの？ってシック、ターンアップ見て。今度は8つのスタジアムで同時に大きな反応だわ。早速動きましたね。スタジアムがやばい。なると今度こそマリーが危険では。あ、スパイクターンは大丈夫。てか、そもそもパワースポットのスタジアムないしね。そうでしたね。そういえばそうでしたね。シンくん、のんびりしてられないぞ。ポケモンたちをズギャッと助けに行くいけないぞ。悪いけど、引き続きダイマックスの方よろしくね。はいはーい。こっちはこっち、シーソーコンビの居場所を探ってるから。わかりました。はい。ってことでね、今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。残りはまた4つ。まあ、ネズさんとこ以外のところですね。ですよね。まあ、この4つ、1、2、3、4つがあると思うんで、まあ、順繰りこっから行っていきましょうかね。ラタレルから。ん？ラタレルじゃない。ラテラルから行きたいと思います。ではでは、ご視聴ありがとうございました。次回もよかったら見に来てください。ではでは、バイバイ。